よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、長いシーズンを戦っていく上で一戦一戦集中して戦い続けるというのは非常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、シーズン中にはね、必ず波がありますからね、なるべく波のないようなシーズンにするのは非常に難しいですね。そうですよね。まずはカープの先発遠藤がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、ファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球は際どいところに来ました。ストライクです。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。打ちました、痛烈。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている石井、ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ、初球は何か。バントしました。取りました、1塁へ。アウト、ワンアウト。送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー2塁となりました。初球から際どいコースをついてきます。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。低め見ました、ボールです。外の低め見極めます。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。キャッチャー今のはいいリードだったと思いますよ。ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあ、この場面で打席には4番の清宮が入っています。ファウルになります。牽制、二塁セーフ。これは見送ってボール。改めてお聞きします。バッターボックスの引っ張った。この打球は落ちそうだ。中村掴んで3アウトです。さあ、ご覧ください。先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。西さん、西さんにとっての理想の2番バッターというのはどのようなタイプのバッターになるんでしょうか。まあ、当然細かいこともできるといいんですけれど、しかし強打の2番バッターというのも魅力的ですよ。なるほど。ファイターズマウンドに上がるのは先発の田中正義。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。秋山打席に入ります。
相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インサイド落ちました。これはセンターに抜けました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーが一塁です。バッターは初期、まあここは送った方がいいと思いますけどね。なるほど、そうですか。まあ盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れて走らないといけませんね。なるほど。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ここは簡単に次の塁に進ませてくれませんでした。いやこれは残念でしたね。西さん、今の盗塁どうだったんでしょう。大事な2球目打ちました。この当たりはどうか。打席には3番バッター西川、ツーアウトになっています。この回のカープ打線ですがたった3球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。ファウルになります。高めの球ストライクになります。ノーボールツーストライク。インコース外れてボール。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。2回になります。ファイターズの攻撃、バッターボックスは5番野村。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあ高めのボール打ちました。打球はレフトへ、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは6番上川。遠藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上遠藤、そしてキャッチャーは坂倉。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。打ちました。おっと取った、一塁送球アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。素晴らしいプレーが飛び出しました。里崎さん、今のプレーいかがですか。まあこれは素晴らしいプレーですよね。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやこれはビッグプレーですよ。バッターは7番に入っている江越。ツーアウトランナーありません。この回の遠藤、3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。初球は何で来るか。ファウルになります。ここもファウルです。3球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。西川が抑えて3アウトチェンジです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあカープ、この回は4番から始まります。バッターはマクフォール。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。これ
これが2球目打ちました。ポッテワンアウトです。バッターボックス坂倉、まずはワンアウトを取っています。まず何を投げてくるか。インコース決まってストライク。さあ2球目は何か。いやー厳しいですよね。ここはなかなか打てないですよ。はい、変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。アウトローを見送ってボール。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボールです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは DH 相澤。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターは7番に入っている林。デッドボールのランナーが出ています。空振り。次が2球目、高めに持ってきました。ノーボール2ストライクです。さあ外してくるのか。低めはボール。インコース打ちました。ファーストの左抜けました。カープチャンスになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には小園が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。さあまず1球目、高めのボール、弾き返した打球は左中間。カープ2者残塁です。ため息に包まれたマツダスタジアム。2回終わって0対0同点です。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですがいかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。初球変化球は空振りです。2球目は何で来るか。アウトコースのチェンジアップ。さあ3球目は何か。インコース変化球決まりません。低めの変化球は外れました。いいところへ決まります。フルカウントです。
インサイド落ちました。これはおっと、これを掴んだ。一塁へ、アウト。スタンドのファンも沸いています。バッターは9番に入っている磯畑。遠藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目。初球わずかに外れてボール。